とシャオランと隠れたカード。弱いが間違いないカードや。どこから？ちょい待ち、この感じやと、こら、なるほど、あそこやな。あそこって？あの店や。あのツインなんたらいう、ツインベル？そうや、それそれ、ツインベルや。またマキさんのところに。なんでなの？わいにもわからん。けど、感じるやろ？さくらにもわかるはずや、この気配。ほんとだ。いくつかあるような。やっぱりあそこはカードが集まりやすいみたいやな。とにかくさくら、カードキャプターの出動や！でも、夕飯の支度。なーにお茶目言うてんねん！マキさんが危ない目に遭うてもええんかい！それはダメ。なら行くで、さくら。うん。あっちゃー、構造にも気づかれてしまったか。気にすんな、さくら。わいがついとる。行くで！あ、ちょっとケロちゃん、マキさんに見られたら。リー君も感じたの？カードの気配。羅針盤がこの店を指したんだ。お前もわかったのか、この気配。ケロちゃんのおかげだよ。私は教えられて。ケルベロスか。まあいい、先に行くぞ。待ってよ。これだ、このカードの。やっぱりこのカードの中に。やっぱりって前にもあったのか。案外大したことないな、小僧。このカードの中には今までいくつも黒カードが隠れとったんや。たまにこういう。そうか。たまにこういう場所があるんだ。特殊な力が集まりやすい場所。黒カードのような魔力を持ったものや、それに幽霊。ほえ！むっきー！それにさくらは幽霊苦手なんや。チッとはきつかんかい、小僧。お前苦手なのか、幽霊。だって怖いんだもん。ごめんなさい。でも心配するな、ね、ここにはいない。大丈夫だ、リー君。俺は騒がれると困るだけだ。ほら、そろそろ始めるで。順番に1枚ずつカードをめくっていって、引き当てた方がその黒カードの持ち主になる。カードは自分で持ち主を選ぶからな。どっちが取っても文句はなしや。順番はさくらからでな。いいだろう。よっしゃ、勝負開始や。さくら、頑張りや。よし！しっかりな、さくら！あ、これ！よっしゃ、さすがさくらや！残念やったな、小僧。この勝負、さくらの勝ちやで。だが、まだ終わりじゃない。じゃあ、やっぱり？そうだ。もう一枚隠れてる。甘いで、小僧！もう一枚もさくらがいただきや。そうはいくか。
しっかりな、さくら。よし。しっかりな、さくら。よし。しっかりな、さくら。よし。よし。ストームのカードは小僧を選んだか。しゃあない。持ち主を決めるんはカードやさかいな。こればっかりはどうにもならん。お前。ん？俺は帰る。なんなんや、あいつ。そう。あら、さくらちゃん、来てたのね。いらっしゃい。あ、こんにちは、むきさん。また来ちゃいました。嬉しいわ。ゆっくりしていってね。そうだ。美味しいお茶があるの。これが終わったら入れるわね。ちょっとだけ待っててくれる？いいんですか？すみません、いつも。いいのよ。あら？え？私、そういえば。どうしたんですか？確か、ドアに鍵かけて。さくらちゃん、ドアに。夕飯の支度しなきゃ。そうだった、忘れてた。ああ。ごめんなさい。今日はもう帰ります。さようなら。また来ます。ごめんなさい。さくらちゃん。またツインベルからクローカードの気配がするとケロちゃんが言い出しました。夕飯の支度があったんですが、マキさんに何かあったら大変です。とにかく行ってみました。リー君も来ていました。リー君とケロちゃんは会うと必ず揉めます。今回はリー君とカードを取り合うことになりました。ストームのカードはリー君に渡ってしまいました。夕飯の支度も遅くなってお兄ちゃんに意地悪言われたし、今日は散々です。